はい、皆さんこんにちは。今日はですね、子どもの頃から小学校からの偏頭痛の方の症例をお伝えします。でこちらの女性ね、31歳浅草にお住まいの方で、中学生から腰痛、小学生から偏頭痛、最近は運動で強い頭痛が出るように、肩こりがひどいで、ストレートネックと猫背だということですね。で飲んでるお薬は鎮痛剤のみと書いてありますね。まあ、痛み止めですね。で、問診の方を見るとやはりね、これ猫背がすごく、まあ、ご本人も気になるし、症状的にもそういったのが出てますね。まあ、2ヶ月以内で治してほしいっていうね、書いてます。で実際に問診とあと検査すると、やっぱりそうなんだよね。猫背がどかの原因で、内臓器は意外と大丈夫で、実際ね、顔色すごくいいんですよ。顔色も肌もツヤいいしね、顔もすごい赤ちゃんみたいにすごく顔色すごくいいんで、まあ、あんまり内臓器ないなと思ったんですけどね。まあ少しまあ水体の症状って言ってね、水体、水が滞っているような症状があるんで、まあそこに少しチェック入ってるけど、まあ基本的にはそこまで内臓はない。ただ水体の症状ってむくみとかなんで、まあ腎臓を少し、まあ、チェックした方がいいかなっていうことでね、腎臓の方をチェックしました。でね、こちらの方はなんかね、治り結構早かったんですよね。そうね、この人2019年9月にいらっしゃって、2回目でもうほぼ取れてるんですよね。こういう人は早いですね。2回目でほぼ取れちゃってるって人はすごく結果が早いですね。本当はもうちょっとね、5回目ぐらいで、だいぶいいですねって感じなんだけどね。かなり早かったですね。で、まあ、早くなった原因っていうのは、まあ、原因というか理由は、まあ、ご本人はすごくこれ、やっぱり自分が原因だっていうのにね、もう気づいてくれて、その一生懸命ね、私運動不足だったんだとか、ほとんど歩くとかしたことなかったらしいんですけど、もう積極的に、ね、歩くようにして、今はもう自宅からね、ここの僕のここの霞ヶ浦まで歩いてきてますね。日々歩いて、ただ実際体重も落ちてね、すごい痩せましたね。7キロぐらい痩せたんじゃないかな。すごく綺麗になりましたね。で今は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か、ちょうど1月4日で10回目のラインで、そうだね、9月で来て1月で今1週間、それまでは週2回ぐらい来てもらってましたね。はい、じゃあおさらいしますね。こちらの31歳の女性の原因は、まあ偏頭痛だったんですけど、腎臓系が疲れてた、あとは猫背がやっぱり強かったんで、まあ、猫背矯正というかね、まあ、猫背矯正ってオプションのメニューであるんですけど、まあ、そこまでにしなくてもいい感じだったんで、まあ、普通の整体のコースで、猫背っていうか、ね、骨格を治すのを中心にやりましたね。それによっていい結果が出ました、ね。はい、以上ですね。こちらの方は東京の31歳女性、偏頭痛、小学校からの偏頭痛の方の症例でした。最近偏頭痛多い。やっぱね、寒くなるとなんかね、偏頭痛多い感じします、僕。ね。花粉症とかも関係あるのかな、やっぱりな。すごく関係あると思いますね。はい、じゃあ以上になります。ありがとうございました。